こんにちは、野村です。今日はですね、ちょっとカーブの方、ちょっとあれを、握り方、投げ方をちょっとやってみたいと思います。それではですね、皆さん、カーブはですね、まずカーブというのはですね、投手の中のストレートとカーブが基本です。それでダメならフォークボールと。まずカーブですね。カーブを皆さん勘違いしてるのが、ここでカーブって曲げようとするからですね、ダメなんですよね。カーブを投げるのはここからやってもロックするんですよ、手を。で、こうロックして巻きつけて、こう巻きつけて手の甲をこう向けるんですよね。そこから押し潰す。で、音聞こえません。音聞こえませんけど、カメラさん、音カメラさん聞こえる。え、音聞こえます、はい、これはカーブです。これ言うてやる、はい、これができたら曲がります。うーん、はい、だからこれはここから曲げて、このグラブが基本なんですよ。こういう曲げてこういうんですね。ここでこう、ちょっとゆっくり、皆さんここで曲げるからですね、カーブってすっぽ抜けるんですよ。ここからもここのここロックして、ここからも体に中心に巻きつけてきて、こうです。で、ここから、どうです。音してないですね。してます、してます。スリー音がしてます。そうです。これなんかできないんですよ。だからもう一つのポイントは、曲げてきて、手の甲から潰す。肩に巻きつける。で、グラブが重要なんですよ。グラブを巻きつける。うん。音してます、音してます。そうです。すっぽ抜けないんですね。うん、それはまっすぐですね、140キロやったら、カーブは大体130キロぐらいじゃないとダメなんですよね、うん、パワーカーブ。はい、では皆さん、次はフォークボール行ってみたいと思います。フォークはですね、まあこうなんですけど、これはこう投げるときに、まっすぐこんなことしたらバレるんですよ。ここに来て、ふっと投げる。僕はもうフォークボール投げないってよく言われてますけど、メジャーの初登板の時にですね、連続三振取ったボタンはフォークボールです。それをご覧ください。皆さん、メジャーリーグ初登板の YouTube に載ってます。それがフォークボールです。だからフォークはですね、フォークもそうです。フォークも抜いたらダメなんですよね。フォークもこういうふうにしてパッと引っ掛けないからです。こういう抜いたらすっぽ抜けるからですね、こう引っ掛けて、ここでこういうふうに回してたらですね、こういうふうな回転を与えたらいいんですよね。フォークも抜いたらダメですよ。パッとやるんですよ。握りもこういうふうにバレないわけですね。それでは皆さん、いろいろ用語があればこれから教えたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。